聖火流唐草分店急便、明治大松岡美術館は、東京都港区白金台に所在する、昭和50年11月開設の私立の美術館。設備点検等のため、2019年6月2日から2021年10月4日までの予定で、長期休館となる。当初は、新橋の自社ビル内に開設したが、平成12年4月。 現在の創立者指定跡地に新美術館を建設し、移転、再開した。創設者は、松岡寺所創立者の松岡誠二郎。誠二郎は若い頃から骨董の趣味があったが、ヨーロッパでオークションを体験したのがきっかけで、78歳から本格的に収集を始めた。聖火時期の名品、聖火総放送虫図八角瓶と聖火流から草分店急便の入手が、 聖二郎に美術館創設を決心させたという。収蔵品は、ブールデルやヘンリムーアなどの現代彫刻、ガンダーラ石像彫刻や中世ヒンドゥー教彫刻と、一体インド彫刻、中国、朝鮮、日本、ベトナムの東洋陶磁器、室町水墨画から昭和までにわたる、日本絵画、ルノワールやモディリアーニ、ブラマンクといったフランス近代絵画、など多岐にわたる。 設備点検等のため、2019年6月2日から2021年10月4日までの予定で長期休館となる。ありがとうございます。